どうもギシャです。来ましたよ。いいですね。旅やナビ任せね、はい、やってますやんか、やっぱこう知ってくれてる方も増えたやんか。そうですよ。でしょ、はい、なんかほんますごいね、あの人気なんですよ。皆さんありがとうございます。本当にね、人がいないんですよ。オープニングいつも人いない。なんでいつも人おれへんの。オープニング人いないところの方がやりやすいからちゃんか。そうなん。こちらですよ。今回は観山寺ってことですね。温泉や温泉。よう言ってるけど何回かに1回絶対あるでしょ、露天風呂。あ、来ましたね。来ましたね。今回のナビゲーターは、あれ、なんだこ これタクシー。いやでもタクシーっぽくないぞ。銀シャリさんこんにちは。ようこそ観山寺へ。私は電動自転車タクシーをしています佐野です。でこう観山寺は温泉ももちろん最高なんですが、今日はあえて温泉以外で楽しめるスポットを紹介していきたいと思います。後ほど、この電動自転車タクシーにも乗ってください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。長友さんに似てますよね。長友優斗さんに。確かに、ね、サッカーしてそうな感じだね。今回のナビゲーターは県内では珍しい電動自転車のタクシーを運行している佐野さん。心地いい風を感じながら移動も楽々、浜松市街地や観山寺の観光タクシーとして活躍中です。温泉で有名なんですけど、今回はあえて温泉を外してのという。なるほどね。俺言ってるからでしょ。あでしょうね。上がってからしんどいね、温泉。オーラスでしてほしい。そうそうそう、オーラスやったらすごいっすね。偉そうなこと言うな。わがまま言うな。あ、LINE 来ました。あの、また来た。かっこいいな。かっこいい。かっこつけてる。最初の星口は指名の依頼ともなっている観山寺というお寺です。風が強い。ぜひとも橋本さんには行ってもらいたいおすすめのスポットです。メインストリートの門前通りの突き当たりにあります。いってらっしゃい。風が強いね。今回俺に関係あると、うん、じゃあお前はここに行ってくれ。え、俺だって俺に行ってほしいって言ってた。マジな。俺も行くよ。付き添うよ、そんなもん。当たり前やろ、お前。付き添うな、全部。付き添っていくよ、お前。今日は観山寺の温泉だけじゃない魅力たっぷりナビ。あ、めちゃめちゃうまい。外はカリ、中はホクホク、フライドポテト専門店や観山寺の新名所になるニューオープンのリノベーションスポットが登場。さらに女性殺到縁結びスポットで銀シャリ橋本さんに運命の出会いが。観山寺さんすごい。どこ行く？何する？銀シャリの旅はナビ任せ。来たぞ、ここじゃん。ここや。門前通りです。門前通りやった。ここです。観山寺ってあんな感じなんや。角屋化粧品店は角屋カタカナなんや。そこはええねん、別にどっちでもええから。角屋は観山寺来ました。うなぎもある。あ、そうか、観山寺園浜松やから。そうか。あ、ここや。これか参道。来てんちゃうか。ラインや、うん、来た。ちょっと人多いね、やっぱちゃんと。確かに。実は今ここ観山寺はインスタグラムでとっても話題になっているところなんですよ。あれをゲットしたいと願う女性が多いみたいです。もう分かりましたね。ちょっと分かんないです。答え合わせをしに行きましょう。女性とか来てるのかな。写真撮ってんじゃん、そら。こんにちは。あ、こんにちは。すごい、レンジ。ああ、いろいろ買ってませんか。なんなんすか、有名なんすか。足腰健康の。そうっすよ。こういうものを持って歩くの。それで全体が元気になる。素晴らしい。すごいよ、やっぱ。ね、ご利益ですよね。そう。信じなかったら絶対ダメだから。そうですよ。信じなかったら僕もね、何事もそうですよ。お姉様方がたくさん持っていたお守りも有名な観山寺ですが、歴史は平安時代にまで遡ります。地域で最大級の観音像や眼病にご利益があると言われる穴大師が祀られていますが、やはり気になるのは女性が求めるあれですよね。すみません、こんにちは。あ、おはようございます。あの、まるごとという番組なんですけども。はい、ご苦労様です。中入っても大丈夫ですか。はい、あ、はい、大丈夫です。いや、めちゃめちゃお土産、お土産ちゃうわ。そのお守り多いですね。お守りめっちゃ多いですね。種類めちゃくちゃありますね。そうですね、多分100以上は、あると思うんですけど。ちょっと煩悩の数ぐらいお守りです。そうですね。先ほどの皆さんもそうですけど、うん、
あ、すいません。あ、すいません。あ、さっきの。終わったですか。さっきの、帰ってきましたやん。追加ですか。お姉さん。はい、これ瞬間移動したからと。忘れちゃったよ。したとは思ってなかった。お気をつけてね。やっぱりテレビに出してもらえるね。これ出してもらえます。オンエア確定です。勝ってたんですから。オンエア確定でございます。顔？顔なんか珍しいやつ。縁結びでね、結構ね、やっぱりそのたくさんの方がね、あの近隣から遠方から、遠方から来られます。え、来られますね。県外からも。隣にね、あの縁結びのお堂がありますんでね、皆さんね、そこにね、あの絵馬を書いてあの奉納されていくんですけれども、専門の方があるんですね、はい、今の思いを忘れず精進するという諸子貫徹の意味が込められた絵馬を購入。まずはお守りから。長いってこれは真面目だったらいいぞ。いつも書いた絵馬を吊るしに行こう。めっちゃ吊るしてるやん。ああ、中もあんねや。うわ、めちゃめちゃええやん。こういうとことか誓いの方ってか。あ、誓い、まあその、まあ、なんやろな、もう順風満帆の現状維持。うわ、心の強くないか。もうちょっと上を目指して順風満帆が入ってる。これはね、すごいいい意味なんです。いや、聞いてからや。自分のことばっかりで。丸山さん、はい、いきます、うん、なんて書いてますか。静岡出身のショートカットも似合う、ロングスカートも似合う、スニーカーもよく履く、お美しい方とご縁がありますようにと。否定すなって。服装は変えれるやん、別に。ほんまに、じゃあ俺後にさ、何年後か分からないけど、もう奥さんはもしこの通りやったらどうする？もうここ、とんでもなくなる。すごいな、この部位何回も使われるよな。そうそうそう、ほんまそうやな。ねえ、そうですよね。おう、俺の上に行くなって、お前分かるやろ、お前、綺麗さ見たら。あ、ごめんごめん。じゃ、ここ行きます。どうでしょうか。あ、橋本さん。ねえ、もうそれどうでもよくなって、なんや。大事なとこだ。じゃあ、交代大事。女子はみんな、うん、ここでエマに囲まれた写真を撮ってインスタグラムにアップするんですよ。二人ともぜひね。二人もインスタ映えを狙って写真を撮りますが、見ていいかこれ。そう怖い、なんか願い強すぎて。やっぱ気持ちいいですね。ええー、な、これいいことをさせていただいたからね。あ、ライン来ましたよ。橋本さん、どうでしたか。最高です。いや、ちょっと本当に叶いそうですよ。こんなにね、嬉しい気持ちになることはなかなかないですね。いや、もう終わってる。次は関山寺の新スポットに行きましょう。新スポット、先ほどの門前通りに先月できたばっかりの浜名湖エンジン、何のお店だと思いますか。浜名湖エンジン、エンジン、このお店だけ雰囲気が全然違うのですぐ分かると思います。喋るから探してみてください。浜名湖エンジン、エンジンじゃないの。エンジンなの。浜名湖エンジンって何の。うん、幼稚園児のエンジンの可能性もあると思う。なんか素敵なお店ですけど、うん、これ関係ない。あっちもなんかあるけど、あっちもあるな。これなんや、新しいな。また辻野から、めっちゃ新しいですね。あ、ラインや。来た来た。え、エンジン見つかりましたか。ここにやってきな。何してんすか。見つかってないっすよ。浜名湖エンジンは関山寺に人が集まる新たな拠点を作ろうと、お土産屋さんだった建物をリノベーションしたんです。おしゃれなカフェ藤の屋は女性がときめくこと間違いなし。ここちょ、ここや。橋本さん、はい、縁結びの木がもうできたと思うのでデートの下見にどうぞ。お前も全部しやな。ほんまや。なんか俺にも喋ってほしいわ。めっちゃ寂しいわ。これだから、あれじゃ全体がさ、浜名湖エンジンのことだけリノベーションしてるから。なるほどね。ほら、出た浜名湖エンジン。そう、だからそういうのでの、多分藤野屋さん地域ってことね。そう、すいません。あ、こんにちは。お願いします。おしゃれだね。おしゃれ、こちらはどういったお店になるんですかね。こちらはオーガニックのアイスティーを取り扱ってるお店になります。
え、オープンしてどれぐらいですか、こちらは。オープンして10日目。え、10日目 ?4 月27日にオープンしました。2つのお土産店をリノベーションしてできた浜名湖エンジン。昔ながらの佇まいは残しつつ、おしゃれに大変身しました。オーガニックの紅茶がいただけるカフェ藤の屋はゴールデンウィークのプレオープン期間を経て6月の週末オープンに向けて準備中なんですって。うなぎさんはおすすめのミルクティーを、橋本さんはデートの下見も兼ねてハイビスカスティーをいただきました。あ、うまい。うまい。いい香りがバッと抜けますね。おいしい。あっさりしてる。あのハイビスカスの感じとワイルドベリーの感じがベリーきますね。ベリーベリー結構、はい、酸味があって、ベリーがすごく、あ、うまいですね。おいしいですか。こんなあっさりしてるミルク初めてですよ。そのこちらの使ってる牛乳が関山地の佐藤牧場っていう今日朝搾りたての牛乳を使った、ソフトクリームもそうです。いや、違うね、俺食べんの俺やねこれ。お一番ええとこ。どうですか。あ、めっちゃうまい。これもう絶対うなぎ好きなやつや。わかんない。これうまいっすね。お前そう、お前そう。刺してちょっと入ったやつでスーってやめて。アイスクリームというよりもうジェラートのね、このそうですね、さっぱりはしてるんですよ、はい、めちゃめちゃうまい。こっちもうまいね。こういうの言ってるやん、直で。あ、うまっ。読めて。こううまで、そう、俺がこっちを頼んで、そうですね、彼女にこういうふうにちょっとアイスずるいとか、そういうのアイス入ってるって聞いてないし、なやつ。どういうのね、見えるよね。お姉さんは、はい、どんなことお付き合いされてるんですか。あ、募集中です。おら募集中です。ちょっと髪の毛長いっす。切ります。足の多いからだ。ショートカット。あ、スニーカーでもなかったっす。スニーカーでもないんか。クロックでした。普段スニーカーです。いや、それありがたいですね。普段ロングスカートとか履きます。ロングスカート履きます。来たぞ、勉強してやってきたんだ。来たんか、もう早速盛り役もろってるやん。そんな早い。あと2階に展望デッキがあるのでよかったらご覧になってください。浜名湖が一望できるので、あ、そうなのか。あっちっすか、はい、うわ、行きましょう。行きましょう。この後ついにナビゲーターとご対面、こだわりの専門店へ。そして橋本さんにまたしても出会いが。関山寺さんすごいっす。ここやな、ね、めっちゃおしゃれ。ここ全体がそうやで。確かに浜名湖エンジン。ほんまや。美女、美女、美女いるで。あれ、ほら美女。橋本さん、スニーカーロングスカート、ショートカット、ショートカット、ショートカット。美女ちょっとほんま、ご利益あったんちゃうか。関山寺さんすごいっす。すごいな。いや、わかりました。もう理想の感じきたんやん。いや、こういうことですよ。でも静岡出身。いえ、どこ出身は。大阪です。大阪、大阪か。大阪、まあ一個ぐらい条件はね、静岡出身で、それも全部飲もう。好きな男性のタイプ。そう、男性のタイプだけ聞いとこう。中川大志くん。中川大志、あ、いたねー。残念。そう、ちょっとね、美味しかった。はい、早いって。中川大志くん早いって。1ミリも要素ないやろ。お姉さんは松坂桃李さん。ダメ。メガネじゃない。俺が傷つくのはいいけど、そう、クルーごと笑いすぎる。ちょっと俺、関山寺さんにちょっと言いに行ってみろ。その違うと、関山寺さんのせいじゃないねんって。自分でも頑張らなあかんねん。そうやろ。あ、お前言ってはった。言ってはったよ。精進とか努力が大事。そう、そうです。俺はちょっとなんとか橋本の幸せになってほしい。うん、LINE 来てる。大丈夫か。大丈夫。まあ長友さんに見えるな。銀シャリさん。あ、男前。おしゃれカフェはどうでしたか。めっちゃ良かったです。美味しかったです。美味しかったです。非常にね、あのソフトクリームのやつ、私もすぐ近くまで来ました。会話しちゃうから。浜名湖エンジンの裏にある渋木橋で待ち合わせしましょう。お、渋木橋お待ちしております。で、ここからお店の方がさ、ここのテラス上がったら渋木橋が見えるって言ってたから、まだ言うてあったな。そしたら見えるかもしれない。なるほど。ちょっと上行こうか。ええんか、勝手に。勝手にじゃないよ、行っていいって言われてるから。あ、そうかそうか。
めちゃめちゃサウナみたいやこれ。めちゃめちゃサウナ部屋やん。あー、いいかな。あれっすね。あー、タコさん。こんにちは。やっとですわ。やっとです。あれを見たかったんですよ。変わったタクシー。佐野さん。こんにちは。こんにちは。どうも、こんにちは。これですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やっとお会いできました。よろしくお願いします。ありがとうございます。爽やかやわ。いいですね。いい笑顔。これなんていうやつなんですか。これ電動の自転車タクシーです、ね。電動なんですね、はいはい。もしよかったら運転もしていただいても全然。運転できるんですか。ね、やっと免許とか。免許は必要ないです。はい。マジっすか。なので誰でも簡単ですか。いや、まあ、でも大丈夫です。で、では電動自転車タクシーに乗車。浜名湖の湖畔をぶらりします。うわ、景色いいな。めちゃめちゃいいですね。最高ですね、これ。わ、なんだろう、この誰が来ても懐かしく感じる、この。そうやな。古き良きの残ってるし、ノスタルジックもあって。夏の。またロングスカートスニーカーお姉さん。夏が来る、また夏が来る。何もできないお嬢様。いや、よう覚えてんな、ほんで。最高や。ありがとうございます。歌っている合間にですね、10分で目的地に到着。三方原バレー所を使ったこだわりのフライドポテト専門店です。おすすめは何食べたらいいとかありますか。はい、浜松さんのじゃがいも、さつまいもを使ってるんですけれども。さつまいもでいってんすか。はい、それじゃがいも。あ、なあ、さつまいもで。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。あ、いいっすか。そうそう、じゃあ僕ラージの。ラージの、俺らより食うじゃないですか、サノさん。あ、ダメ。腹減ったんすか。全然お腹すぎた。サノさん、そんなん行きましょうよ。美味しいんですよ、美味しいんですよ。ラージ行きましょう、行きましょう。それぞれソルトかジップでお好みに選べます。ソルト&ジップ悩まれます。おっさんさんには近いですね。トリコやんもん、このメニュー。移動からスタートして2年前に店舗をオープンしたフライドポテト専門店ワンフリット。カットの種類やソルト、ディップまでカスタマイズできるこだわりっぷりです。夢中になるのも仕方ないですね。では一番おいしい揚げたていただきます。お待たせしました。こちらストレースと、こちらがさつまいも。さつまいもいいですね。あ、な、行きましょう。行きましょう。もういっときます、カルボーネ。いや、ちょっと出来たてのちょっと、後で来るから。後で、やっぱ出来たていただきたいんで、すいません、なんか佐野さんも来たらすぐに。そう、作ってます。待ってます。めっちゃうまそうやん。うわ、いただきます。あ、めちゃめちゃうまい。はい、ありがとうございます。濃厚。はい、マスカルもさつまいもも、さつまいもこんな濃いですね。うまい。マスカルもいいっすね。はい、マスカルよ。マスカル、ちょっといい。俺も、いや、ちょっと食べていい。このままで。うまい。ありがとうございます。あめ、あ、うまい。めちゃめちゃうまい。サクサク、あ、すごい、いい揚げ方。あ、うまい。これ一番いいカッティングのところ、塩加減。そう、はい、外カリカリの中ホクホク。うわ、まあ、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃうまそう。早速こいつはつけて、ね、マヨネーズの上にネギが乗ってる。全然わかります。新しい。めっちゃうまい。うまい。てかマヨネーズがうまいです、はい、マヨネーズのオリジナルマヨネーズですね。いろいろ巡ってきましたけど、うん、本当に良かったです。あの佐野さんのガイドね、本当にね、はい、なんかパワーをゲットした感じしますわ。ありがとうございます。もうね、もし例えば女性とかといつかご縁があったら、これ佐野さんのおかげっていうことです。そうですね、本当に。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。本当に素晴らしかった。ちゃうやん、今日なかったやん。俺は今日縁があって、出会いがあって、今日橋本がこう付き合うと思ってたんや。これはもうな、言うてからだ。だってこう頑張っていただきます。
ちょっとなんとかお願いします。橋本好きって方はちょっとバルバルに一言ご一報ください。お願いします。ちょっと深いが、こちらの橋本と付き合いたい係までそんなないから、お願いします。そんなゴリゴリやるってのが俺